怪しのセレスは、渡瀬優による日本の少女漫画作品。また、それを原作にした、テレビアニメ。天女を題材にし、サスペンスや SF 要素を織り交ぜたファンタジー漫画。キャッチコピーは天空を研ぎ増し、少女コミックにて連載された、第43回小学館漫画賞を受賞している。単行本は、全14巻、文庫版、全7巻。なお、 派生作品に外伝及び続編を描いた小説版がある。怪しのセレス外伝は少女コミック2001年18号付録にて掲載された。五景綾香氏は大罪罰である五景家に連なるものの両親と双子の兄、名と共にごく一般的な家庭で普通の女子高生として暮らしていた。が、16歳の誕生日に五景一族の慣例に従い、 家族4人で本家の呼び出しに出向いた時から人生が一変する。一族が揃う中、ミイラの手首を見た途端にあやかしは変身、名は全身に、切り傷が現れたことで、自らがご経家の祖先であり、一族の災いの元になると言われる天女の力を、最も強く引き継ぐ生まれ変わりであると知らされる。災いを恐れる、親族一同に、 その場で殺されそうになった彩歌子を助けたのは、危機を察した天女の血を引くという女性、青霧農涼だった。農涼とその義弟、夕日に保護された彩歌子は、青霧家に居候をしながら、徐々に、自らの先祖である天女、セレスに目覚めていく。やがて、セレスと対話するようになった彩歌子は、セレスが追い求める羽衣を探す旅に出発し、同じく天女の子孫である。 クリマチドリアツカサタマリョとの出会いで、五景一族による C 計画で、各地の天女の子孫たちが次々に悲惨な状況に追いやられている現実を知る。一方、五景財閥では、若き陶水、各シーンが、記憶喪失の謎の男、十夜を使って、各地の天女の子孫たちを招集、実験する C 計画を進めていた。また、 ケイカの始祖の生まれ変わりだと認められ、一族を率いる者としてケイカに手厚い費用を受けるようになったラは、あやかしを案じつつも、セレスから羽衣を奪い妻としたご経家思想、三鍵の歪んだ恋心に侵食されていき、過酷な運命をたどることになる。あやしの、セレス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 あやしの、 セレスあやしの、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 セレスあやしのセレス。1999年10月、ISBN。4から09から13万7645からにあやしの、セレス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 原作、渡せ優作者。 西崎恵美2000年4月20日から9月28日までワウワウにて放送。全24話。VHS DVD サウンドトラック。ありがとうございます。